小焼さんの動画って。そっか、っていうことは位置わかんないんだよね。あ、もう始まってる。まずいまずい。いや、違うの。たこ焼きも見つけちゃえばこっちのもんだからな。違った？あれ？確かここ。まずいまずい。調理されたよ。 マジかー。でもさっき一瞬赤点映ったんだよなー。あ、ほら、なんで？あ、もしかしてライフル持ってないと赤点つくの、走ったらってこと？やばい。おお。おお。さあ、どこにいますかねー。たこ焼きおじさん、どこ行った？ということは、あそこか。違う。そんなわけない。こっちか。え、いないんだけど。頭でかいのにな。せっかく頭がでかいのに、狙う間もなく死んじゃうっていうね。さすがに、おじさんスナイパー、ライフル使ってよ。おじさんさっきから近いじゃん。え、なんでじゃないよね。そう。それをね、見たかったのにね、近接でやられちゃったで、意味がない。
ねえ。ああ、本当？そっか。そうだね。それはちょっと待って。銃を持ちたくなくなるって、それは一体何？ あ、そっか。そうだね。それ銃じゃなくてミサイルか。ちょうど穴にたこ焼きいっぱい焼けてる。なるほどね。さすが。コンセプトを守ってるわけだね。どこだ？いや、同じところにずっといないはず。おっと。が久しぶりに当たったってどういうことよ。嘘。